恐ろしい Jesus Cristo の言葉と、その言葉の実現ですね。Jesus Cristo と共に食事をしながら、Jesus Cristo ご自身からパンを取った途端に、ユダの心の中では悪魔が入ってきたという。これは不思議ですね。どういう意味ですかね。私たちは感謝の祭儀をした時には、イエス・キリストご自身の手からパンを取った時にサタンが入る可能性があるのか、どれほど人生が真面目であるということですね。私たちの心が大切です。私たちの心ね。ユダは自分の心には、ジオに、ジューダ、悪魔の誘惑に従うことを決めた。悪魔がまだ入ってないよ。ユダがイエス・キリストを裏切ろうとした時には、それを決めた時には、まだ自分の自由だけでした。悪魔の誘惑がありましたけど、悪魔が中にまだ入らなかった。彼が誘惑に門を開きました。悪魔と同じような考え方に従って、悪魔の計画を果たそうとしていた。それがあったから、ユダの自由がそれを選んでから、ちょうど一番聖なるところ、一番クリストとの親しみの状態には悪魔がそちらに入ってくる。これはひどいね。これはひどい。同じパンを食べるのが、二人の間には一番親しい関係があるということ、一番近い、同じものみたいな感じ、同じ口みたいな感じ。だからクリストからパンをもらったらクリストをいただく。ユダはすでに心の中でイエスを拒絶します。このためイエスのパンはユダの中に化学試薬のようなものとなりました。まあ化学試薬よりも霊的な試薬のようなものとなった。つまりユダの心を明らかにしました。イエス・キリストの親しみ、イエス・キリストの存在を表すそのパンは、ユダの中では入ることができなかった。すでにユダの心の中では、悪魔のパンのための場所が整えられていたんですよ。ヨハネ福音によると、パンは石の印です。例えば、イエス・キリストは弟子たちに、あなた方は知らないパンを私が食べなければならない。このパンは御父の御旨を果たすこと。だからパンは食べ物でありながら誰かの石という意味も表します。ユダの心の中ではイエス・キリストのパンのために場所がなかった。もっともふさわしいに言えば、イエス・キリストのパンをいただいた時には、そのパンは霊的な試薬として真実を明らかにした、事実を表した。つまりジュダの心の中にあるサタンに従うという決定、サタンのための場所を示した、明らかにした。ちょうどイエス・キリストのパン、つまり愛、慈しみ、真理、憐れみ、忍耐、従順などのパンは、ジュダの心の中に入った途端に、その中にある暗闇、罪、悪魔のための場所、悪魔の誘惑、悪魔の偽りに汚された石、悪くに使った銃を表した、明らかにした。イエス・キリストのパンは真理を表した。ユダを罪に定めただけでなく、重ねてイエス・キリストはジュダに言われた。早くあなたがやらなければならないこと、つまり悪魔の意志に早く従いなさい。早く私を罪人の手に渡してほしい。実際に、聖パウロはこう書きました。疑いながらパンを食べる人は自分を非難する。ユダはその通りでした。自分を殺した、自殺した。それはやっぱり現在の罪、プライド、傲慢、悪魔の意志に従って生きること。すでに自由に彼が悪魔を選んだから、そこまで私たちが自由である。いつでも。そして自由について自己主義がありません。言い訳もない。
私がこれがあったから、お父さんがこれでしたから、お母さんがこれでしたから、奥さんがこれであったから、主人が私を裏切ったから、これがあったから、この問題があったら貧しい人であるから、私、などなど、わけないよ。誰でも心の深いのところでは完全に自由です。そして自分が決めた時には、神の御胸に背いたら、悪魔が入ります。イエスクリストに愛された弟子は違う。イエスクリストの胸に休んだ。イエスクリストの心に沈まれたみたい。今週、これは私たちの態度。これですね。主よ、私が何回も自由に悪魔の誘惑を選んだ。自分の正義、自分の考えを選んだ。あなただがない。あなたを拒んだ。けど、主よ、私であるということを認めます。そして私たちの頭、私たちの理性は、イエス・キリストの心に置く。私たちの考え、私たちの聞き方、私たちの話し方、私たちの見方。そして私たちの心も、イエス・キリストの心、イエス・キリストが私たちを愛しているところ、私たちのために命をかけることを決めたところである。イエス・キリストの心に全てを委ねる。聖書によると心は意志の場所ですね。だからイエス・キリストが私のために命をかけるということを決めたのはキリスト自身の心。そちらに私たちの汚い意志、私たちが汚した自由を沈む、清めるため、ずっと今週、祈りはこれです。キリストと共に、この一週間、この聖なる日々に入る。私たちの理性、私たちのすべて、イエス・キリストの心に沈む、渡す、委ねる。主よ、あなたの考え、あなたの意志、あなたの自由、私に渡してください。与えてください。私がめちゃくちゃですから、すぐ悪魔に騙されてしまう。主よ、憐れんでください。これも復活の意味です。これも過ぎ越しです。自分の意志から神の御胸へ。悪魔に自分を委ねるという決まりから、キリストに全てを委ねるという決まり。復活のは自由の清めでもあります。私たちの自由の清めでもあります。それを頼みましょう。